グレンフィナン高架橋は、ウェストハイランド線の鉄道高架橋で、スコットランド北西部のハイランドにある、小さな村、グレンフィナンに建っている。西ハイランド地方のロフホであるシールコを見下ろす位置に、あり、橋を通過するときにはその湖面だけでなく、グレンフィナンの、モニュメントまで眼下に眺めることができる。高架橋を走る列車からの眺めは、ウェストハイランド線の鉄道は、 ルーカス・エアード社によって、クレーグ・エンドランからフォート・ウィリアムまでが建設されたが、当時トーリー・党と自由党が公共輸送への補助金問題で争っていた関係で、庶民院でのウェスト・ハイランド線をマレーグまで延長する法案の審議は停滞していた。結局この法案は1896年に可決されたのが、その頃にはルーカス・エアードは従業員ごと別の地方に移転していた。 そのため新たな建設業者が必要となり、サーロバート・マカルパイン社が、シンプソンウィルソン社と共に設計、施工管理として、鉄道の延長工事を受注することになった。サーロバート・マカルパイン社は、マスコンクリートを使うという革新的な手法から、コンクリート・ボブの愛称さえついた、ロバート・マカルパインが率いる会社だった。この事業でもコンクリートが採用されたが、それはこの地域で取れる。 硬い結晶変岩では、加工が困難だったためである。当時28歳のマカルパインの息子ロバートが、工事全体の責任者となり、下の息子のマルコムが、その保役を務めた。フォートウィリアムからマルエーグまでの延長工事は1897年1月に始まり、路線は1901年4月1日に開業した。しかし、グレンフィナン高架橋は、 1898年10月には、渓谷を横断して、物資を輸送できるまで建設が進んでいた。橋の建設費用は18,904ポンドであった。グレンフィナン高架橋には、伝説のように長年にわたって語られている逸話があった。まだ工事の途中であった1898年か1899年に、一頭の馬が、 橋脚に落下したことがあるという噂である。馬が一頭はいるような大きさの屈削口がある橋脚は二つしかなく、1987年に大学教授のローランド・パックストンがそれぞれの穴に魚眼レンズを押し込んで調査を行ったものの、結局工事中に馬が落下してそのまま工事が進んだという証拠を見つけることはできなかった。 パクストンは地元での聞き取りをもとに1997年にも同じ手法で南ウアムコ高科橋を調査したが、橋脚には工事用の石が密集していることが判明しただけだった。しかし2001年にスキャニング技術が用いられて同じ南ウアムコ高科橋の再調査が行われた際には、橋の中央にある巨大な支柱の内部に一頭の馬と荷車が埋め込まれていることが判明した。 高架橋はマスコンクリートで建設され50フィートの半円スパンが21ある。長さは416ヤードでスコットランド最長のコンクリート鉄道橋であり100フィートの高さで避難側を横断する。ウェストハイランド線は単線でありパラペット間の幅は18フィートである。また高架橋は792フィートの曲線上に 建設された。高架橋に使われているマスコンクリートは、鉄筋コンクリートとは違って、金属による補強は全くされていない。通常は、細骨材を使ったコンクリートを片枠に打ち込むことで作られ、特徴としては、圧縮力には、C が張力には弱くなる。ビーズレール駅に到着するジャコバイト号ウェストハイランド線は、ホートウィリアムとマレーグをつなぎ、 1800年代のハイランド放築以降、大変な苦労を味わってきた漁業関係者だけでなくハイランドの経済全体に関わる重要な感染だった。この鉄道路線は、いわゆる上下分離方式により運営されており、路線は、ロンドンのネットワークレールが所有、管理し、列車の運行は、スコットランドの鉄道事業者アベリオスコットレールであり、 グラスゴークイーンストリートとマレーグ間を旅客列車が走行している。さらに夏には観光列車会社であるウエストコースト鉄道によって蒸気機関車が牽引するジャコバイト号が運行され、この地域で人気の観光イベントになっている。高架橋自体もこの路線の重要なアトラクションの一つになっている。グレンフィナン高架橋はカワウソ物語、シャーロット・グレー、ストーン・オブ・ディスティニー、 グレンの君主、ザ・クラウンといった映画やドラマ作品のロケに使われている。映画ハリー・ポッターシリーズの4作品に橋が登場してからは、映画ファンが高架橋の上を歩いて列車とのニアミスを起こすことが数回起こり、イギリス鉄道警察がファンに対してやめるようにと注意喚起を促した。また、2018年のテレビゲームフォルザ・ホライゾン4にもこの橋が登場した。 グレンフィナン高架橋は繰り返しスコットランドの紙幣のデザインに採用されてきた。スコットランド銀行が2007年に発行した紙幣では種類ごとにスコットランドの工業の象徴として様々な橋が描かれていて、グレンフィナン高架橋は10ポンド紙幣に使われた。ありがとうございます。